はい、こんにちは、レトスノーノです。今回なんですけども、このですね、小冊子、宅建合格するための勉強法の小冊子ですね、これをお送りした方だけに、特別の動画をお送りさせていただいております。で、ここに書いてある内容なんですけども、実はですね、無料でお伝えしようかな、どうしようかなってすごく迷った内容なんですよ。で、実際、無料でね、弊社、動画とか、またメールマガとかで解説はしてるんですけども、そこの中で唯一教えてこなかった、ノウハウなんですね。メルマガだったりとか無料動画でお伝えしている、理解学習の内容っていうのは、解説の理解なんですよ。あくまでも解説の理解の話なんですね。ただ、実際合格するために一番重要なものっていうのは、理解学習の中でも、問題文の理解っていうところなんですよ。ただここについては個別指導で一番最初に教えている内容でもあるし、これまでね、過去4年連続で合格率7割を叩き出してきた一番の核となるノウハウだったんで、ずっと無料だったりとかメルマガではお伝えしてこなかった内容なんですね。ただ今回ちょっと特別に、その問題文の理解ってじゃあ実際どうやってやるのかっていうところの、内容具体例を出しながらですね、解説したのが今回のこの小冊子なんですよ。ただ忙しい方も多いので、こんな小冊子読んでられないよって方もいらっしゃると思いますんで、今回動画でですね、今回お伝えしようと思いました。もしあなた様が次の試験絶対合格したいんだという気持ちがあるのであれば、この今からお伝えする情報っていうのはすごく有益になると思いますんで、ぜひですね、最後までご覧いただければと思います。では、解説動画をご覧ください。はい、それでは問題に入ります。下記内容は正しいか、それとも間違いか、という問題です。では問題文です。債権者が抵当権の実行として、担保不動産の競売手続きをする場合には、非担保債権の弁済期が到来している必要があるが、対象不動産に関して発生した賃料債権に対して物上代位をしようとする場合には、非担保債権の弁済期が到来している必要はない、丸か×かという問題です。で、これ過去問なんですけども、この問題文、理解できますでしょうか？これ理解できない方意外と多いと思います。で、これなぜかというと、これですね、実は、この問題文の中に、二つの問題が入ってるんですね。前半部分がここの赤文字の部分です。後半部分がこの青文字の部分。二つ質問されているんですね。なので、二つを分けて考えて、問題を解いていくと。いう流れになります。まず前半部分から行きましょう。この赤文字の部分ですね。債権者が抵当権の実行として担保不動産の競売手続きをする場合には、非担保債権の弁済期が到来している必要があるという部分です。で、まずここの下線部ですね。何々の場合、ここから分かることを抽出すると、1、2つ分かります。まず、債権者が抵当権の実行としてと書いてあるわけなので、債権者は抵当権を持っているんだっていうことがまずわかります。で、さらに、債権者が担保不動産の競売手続きを行うっていうこともわかりますよね。債権者が競売手続きをする場合と書いてあるわけなので、債権者は担保不動産。まあ、これ抵当権を設定した不動産という意味です。これの競売手続きを行う。もうこの二つがまず、この部分からわかるわけですね。下線部から分かります。で、まず、この1からまず理解していきましょうか。債権者が抵当権を有している。この部分から理解していきます。債権者がいるということは、債務者もいますよね。債権と債務っていうのはコインの裏表なので、債権があったら債務は絶対あるんです。つまり、債権者がいるということは、逆に債務者もいるっていう話なんです。で、債権者 A が債務者 B に500万円を貸すと、一つ具体例を考えます。こうやって具体例考えていくと、この問題文っていうものがすごく理解しやすくなってくるんですね。で、今回 A が B に500万円貸すということは、A は貸金債権を取得します。A さんは B さんに500万円貸したわけだから、貸金債権を持ちますよね。この貸金債権ってどういったものかっていうと、貸したお金を返してもらえる権利です。500万円貸したのであれば、後になって500万円返してもらえますよね。その返してくださいって請求できる権利のことが貸金債権です。で、続いて、2の部分ですね。債権者が担保不動産の競売手続きを行う。これどういうことかっていうと、まず、担保不動産という記述から、担保不動産を債務者 B が所有する、こう建物とします。もうこれも具体例です。
別に落ち建物でも何でもいいですよ。今回はこう建物にしました。つまり抵当権を設定する不動産をこう建物にしましょうってことです。つまり債権者 A としては貸した500万円が返済されないと困りますよね。その帰ってこなかった時の保証のためにこう建物に抵当権を設定してもらって、で債権者 A が競売にかけた、つまり競売手続きを行ったっていうことなんです。こちらのちょっと図を見ていただければと思います。小さいかもしれないんですけども、 A が B に500万円貸しますよね。500万円を貸したはいいけれども帰ってこなかったら困りますよね。その保証のために債務者 B が持っている所有しているこう建物に抵当権を設定したということです。つまり A さんっていうのは債権者であり、かつ抵当権者でもあるということです。でその後 A さんは抵当権を実行した、つまりこのこう建物を競売にかけたという流れなんですね。でこの競売にかけるって簡単に言えばオークションに出品するってことなんですよ。オークションに出品するといろんな人が入札しますよね。ヤフオクとか考えていただいたらすごくわかりやすいと思います。いろんな人が入札して、最高値で入札した人が入札額を支払って、そのオークションに出品されているものを買い取りますよね。まあ、今回であったらこう建物が出品されているわけなので、このこう建物を買い取るという流れです。でその入札代金っていうのが買い取り代金なんですね。で債権者 A っていうのは貸したお金をこの買い取り代金から返してもらうっていうのが競売なんですよ。つまり A さんは B に500万円貸した、でも返ってこない、だからこのこう建物を A さんがもう強制的に出品するんです。で例えば600万円で売れたというのであれば、その600万円から500万円を返してもらうというイメージですね。まあもちろん利息あったらその分も返ってくるんですけども、ちょっと細かいことは除いておいて、とりあえずこのこう建物が売れたお金から500万円を返してもらうという流れになるんですね。でそして初めにもお伝えした通り、問題文の初めに、抵当権の実行という言葉がありましたよね。ここですね。債権者が抵当権の実行として担保不動産の競売手続きをするって書いてありますので、これがいわゆるオークションにかけたんだと、債権者 A がこう建物をオークションに出品したんだといったイメージで考えていただければと思います。そして次はこの下線部ですね。債権者がその競売手続きを行う場合、つまりオークションにかけようとする場合、非担保債権の弁済期が到来している必要があると書いてあるわけなんですね。これがどういう意味なのかを解説します。でまずですね、非担保債権ってわかりますでしょうか。簡単に言ったら保証してもらいたい債権のことです。まあ、抵当権の元となった債権なんですね。先ほどの事例で言うと貸金債権が非担保債権になります。500万円貸してそれを返してもらうための保証として抵当権設定してもらったわけなので、その抵当権の元となっている債権っていうのは500万円の貸金債権ですよね。だからこの500万円の貸金債権が非担保債権になるということです。つまりこれですね、500万円貸した、返ってこなかったら困るから、この500万円返してもらう、これを保証するために抵当権を設定してもらってるって話だから、この元となったこの貸金債権が非担保債権になるよということです。で弁済期、これイメージつきますでしょうか。弁済期、これ簡単に言ったら返済期限です。例えば A から借りた500万円の返済期限を10月20日としましょう。これどういうことかというと、500万円債務者 B は借りてますよね。 A さんから500万円借りました。その返済期日が10月の20日なので、債務者 B は10月20日までに500万円を A に返済しないといけないということです。もし10月20日までに500万円を返済できないのであれば債務不履行となります。債務不履行っていうのは約束を破ったってことですね。つまり債務者 B っていうのは10月20日までに500万円を返済しないといけないっていうことですね。でここまでが問題文の理解なんですよ。で前半部分の問題文、債権者が抵当権の実行として担保不動産の競売手続きをする場合っていうものを具体例を使ってまとめたら、ちょっと同じことの繰り返しになるんですけども、まず債権者 A が B に500万円貸しますよ、貸金債権取得しますよ、この貸金債権を保証するためにこう建物に抵当権設定してもらいますよ、で債権者 A が競売をかけようとしているっていう状況なんですよね。返済期日、弁済期、つまり B さんが A さんに返さなければいけない期日は10月20日だよという内容です。ここで質問内容は何かっていうと、競売にかける場合非担保債権の弁済期が到来している必要がある、
丸か×かっていう問題なんですよね。つまり債権者 A が競売にかけるために返済期日が過ぎている必要があるなら丸なんです。逆に債権者 A が競売にかけるために返済期日が過ぎている必要がないのであれば×だ。つまり返済期日が過ぎていなくても競売にかけることができるのであれば×だっていうことなんですね。ここまで大丈夫でしょうか？わからなかったら一旦ちょっと動画戻したりして確認してください。ちゃんと理解しておかないと全く頭に入らないので。そしてこっからが解説になります。まあ、つまり民法のルールはどうなっているかってことですね。返済期限が過ぎている。言い換えると弁済期が到来しているにもかかわらず債務者 B が返済しない場合、つまり弁済しない場合ってことですね。返済ってイコール弁済なので。そういった場合に競売をかけることができるんですね。ということは、先ほどの質問内容を見ると、競売にかけるためには、返済期日が過ぎている必要がある。こっちに当たりますよね。なので、前半部分は丸だと、いうことになります。で、さらに解説を詳しく理解すると、こうなります。債務者 B っていうのは、返済期限までは500万円を自由に使える権利がありますよね。つまり、債務者 B の返済期日は、先ほども言った通り10月20日なんですよ。500万円借りて、10月20日までに500万円返せばいいわけなので、その500万円っていうのは10月20日まで自由に使える権利があるわけですよね。そして10月20日までに返さなかった時のために、高建物に抵当権を設定しているわけなんですよ。つまり、返済期限が来ていないのであれば、競売にかけることはできないんですよね。なぜかというと、返済期限までは別に債務者 B は自由に使える権利があるわけなんですよ。債務不履行じゃないですよね。10月20日を過ぎて500万円を返していないとなれば、これは約束を守っていないので、債権者 A は強制的にオークションに出すこと、競売に出すことできるけれども、まだ返済期限が来ていない、つまり10月20日の前なのであれば、まだ B さんっていうのは自由に使える権利があるわけだから、債権者 A は勝手にオークションに出すことはできないということです。つまり言い換えると、債務者 B っていうのは10月20日までは500万円を自由に使える権利がありますよね。この権利を一方的に債権者 A が奪うことはできない。よって返済期限が到来した後でないと競売にかけることができないということになります。一回動画を見ただけではおそらくですね、頭に入ってこないと思うので、何回か動画を見ながら一つ一つ確認していただければと思います。で、ここまでが前半部分の解説です。で、ちょっと時間の関係上ですね、後半部分については、省略させていただくんですけども、後半部分も同じように、このような流れでですね、考えていただくと、理解できるようになっています。なので、小冊子の方ね、見ていただければ後半部分書いてありますんで、ぜひご覧いただければと思います。はい、いかがでしたでしょうか。先ほどお伝えした問題文の理解。実はですね、これは、権利関係だけじゃなくて、宅建業法も、法令上の制限も、税その他も、すべて実は行っていかなければいけない内容なんですね。で、まあ、弊社はね、権利関係から、お客さんに勉強してもらってるんですけども、なぜかっていうと、権利関係から行う方が、その理解学習の習慣っていうものをつけやすいんですね。宅建業法から行う方いるんですけども、いかに宅建業法って丸暗記でも解けちゃうんで、あんまり問題文そんなにちゃんと理解しなくったとしても、解けちゃうんですよ。それだとですね、いわゆる問題文を理解しない、これまでと一緒の勉強の仕方がさらに習慣化してしまって、直すのが難しくなっちゃうんですね。だから、あえてですね、弊社は権利関係から行っていただいています。で、権利関係で、いわゆるこの問題文の理解の仕方っていうものを実践して身につけていただいて、その流れで宅建業法、法令上の制限、税その他をやっていくと、引っ掛け問題に引っ掛からなくなるんですよ。多くの方、引っ掛け問題に引っ掛かって本質に落ちましたっていう方多いんですけども、あれっていうのは、引っ掛け問題に引っ掛かったっていうよりも、そもそもの勉強の仕方で問題文を理解するっていうところをちゃんとやっていなかったことが原因なんですね。多くの方が引っ掛け問題に引っ掛かったことに関してそんなに重く感じてないんですよ。実はでもそれっていうのは、そもそも実力がなかったってことなんですね。まあ、日頃の勉強の仕方が悪かったから実力が上がらなかった。だから引っ掛け問題に引っ掛かってしまった。だから落ちたっていう話で、根本的な原因っていうのはここなんですよ。だからそれほど重要だっていう話なんですね。だから全ての問題についてこれを行っていってくださいよと、まあ、いう話です。
実際予備校とかではこれは教えていない内容です。まあ教えるにしても時間足らないので、まあ時間的にね、教えるのができないって話なんですけども、ただこれやっていかないといつまで経っても点数伸びないから、運任せの試験。まあもちろん運良かったら受かりますけども、まあほとんどの方が、まあそのね、宝くじみたいに運良く当たるって方はいないわけですよ。外れちゃうわけですよ。だから落ちちゃうわけですね。ただ一方で、今解説した内容はわかるけども、じゃあ実際これからね、一問一問解いていって、そんな自分自身で考える。それはちょっとできないよ。って方もやっぱいると思うんですよ。他の問題だったらその理解学習できないよ。また、調べる時間ないよ。まあ弊社の個別指導の受講生さんはそうなんですけども、まあ、忙しい方がほとんどなんですね。忙しいから自分自身で勉強時間を作るのが難しい。短期間で実力を上げなきゃいけない。だから、弊社のところに来る。弊社の個別指導を受講するって方が多いんですよ。さらには調べ方がわからないとかね。まあ、結局は独学でやったり予備校を通ってる方っていうのは自分で調べていかないといけないわけなんですよ。それは問題文の理解というのは解説の理解の方ですね。解説の理解の方で調べていかなきゃいけない。先ほどもお伝えをした、動画の中でお伝えをした、競売かけるためには弁済期到来していないといけないですよっていう。まあ、この内容ですよね。まあ、もちろんこれ丸暗記してる方もいると思います。ただ、あれぐらいは理解しておいた方のが、抵当権全体を理解する上で、もう基本的なところなんでね。さらに、いろんなところでそういった考え方って使えるんですよ。あ、これも同じだな。あ、あれも同じだなって。例えば、仏上第二のところでも同じような考え方使うんですね。だから、一つ理解をすることによって、いろんなところが理解できるようになって、で、頭に定着しやすいっていうメリットもあるんですよ。だから、調べるってことはすごく重要なんですね。まあ、ただ、調べ方がわからないっていう方もいるし、今言った調べる時間がないっていう方もいるわけですよ。それでも次の試験絶対合格したいんだっていう気持ちがあればですね、ぜひですね、弊社の個別指導をご検討いただければと思います。まあ、値上げまでね、あと少しです。なんで、お早めにご検討ください。今であればね、あなたに合格していただく自信ありますんで、一緒に勉強できたら嬉しいです。次の試験、合格目指して一緒に頑張っていきましょう。そして個別指導の内容については、こちらの真ん中の動画。ご確認いただければと思います。真ん中に動画ない方は、YouTube の下の概要欄に、URL 貼っておきますので、そちらからご確認ください。今からであれば、あなたに合格していただく自信ありますので、一緒に勉強できたら嬉しいです。あなたの受講をお待ちしております。レトスの小野でした。